じゃん。どうも、ひかりまんです。今回は、Uber Eats 3日間投資税、やってみる。はい、ということで3日間投資申請、今週ほとんどの人が来てると思うんですが、月曜日の朝9時から水曜日の夜の0時まで、要はこの3日間で60件もしくは80件配達すると、60件で5000円、80件で7000円プラスでもらえるという感じなんですけども、初めて僕はね投資申請が来たので、これはやってみようと、しかも一番件数が多いやつ来たんで、いやこれは80件いこうということで、今回挑戦してみました。1日目こんな感じ。あ、というわけで3日間で80件記念すべき1件目、BBQ オリーブチキン。さあ、ウーバーもね、1週間ぶりですから、なんかちょっと緊張するけど、うん、よし。はい、お願いします。ファイラーズの、ショーバックギリギリ。まあ、1軒目は甲州街道ガーッて行くだけなんで、まあ、1軒目はめちゃくちゃ楽だね。頭がすげえモワモワする。やばいねこれ、首の副作用がすごい。あら、ズズったね。遠いな、おい、ズズ先が遠い。大量注文だけど遠いから、その間に料理も多分出てると思うんで、まあ中心にも行けるから。さあ、ドロップ完了ということで2軒目、フレッシュネスバーガー。まあ多分人少ないんだろうねこれね。月曜でちょっと雨降ってたから、最初朝2軒目、現在地ここで、ピンはここね、ちょっとずれてますね。どうも、ウーバーです。サラダですね。はい、あとはお渡しします。これは拒否だわ。部屋番号がねえな。なるね。あ、1品来た。いや、これは取ろう。電話に出ない。鬼電。いや、全然出ねえし。かろうじてメッセージが返ってきたので、配達できます。でー。どうも、うだです。お待たせいたしました。袋が3つあります。はい。お先、こちら、温かいもの2つと、はい。よく使っていただきますね。ありがとうございます。またお願いします。3軒目は、泉カリーということで。の、ウーバーでーす。はい、お預けしまーす。あ、ウーバーです。はい。まあ、この流れで行くと、またすぐに、ズズると思うので。はい。はい、竹下通りバック。竹下通りできっと一瞬、ビビりますけど、意外とね、全然余裕なんですよ、これ。D! まあ、ある程度いるけど、そうじゃねー、もうすぐそこなんだよね。どうも、ウーバーでーす。うん、まあこんなもんで、近いけど面倒い。あー、OK。意外と楽。出入りだけちょっと面倒だけど、まあ、出てるな。はい、ということで、1日目の結果、10時間オンラインで30件、金額がまあ1万4000円、1時間3件平均でなってるので、なかなかっすね、なかなか。まあ大体こんな感じ、11時3件、12時4件、5件、6件、まあ5件、多分このキャンセル、これは店に着いた後にキャンセルだったんで、これは500円請求してもらいました。まあこんな感じ、いい感じだったんです。はい、月曜日はなりました。では、2日目、こんな感じ。やっとなりました。1軒目が昨日の倍ぐらい時間を費やしましたが、30分かけてやっと
頑張っていこう。どうも、ルーバーでーす。はい、お願いします。できてた。最先いいぞ。よくね。じゃあ行きましょう。というか1軒目昨日と一緒だ。1軒目ドロップ完了。もちろん譲らない。11時台1軒か。これとりあえず中心に向かおう。やっとなった。12時台に突入してやっと1軒になりました。ということで配達完了、2軒目終了。じゃあちょっとドンキホーテ行って買いたいものを買っちゃおうか。どうせならねえし。ただね、メガドンキの法則僕持ってるんで。というわけでメガドンキに入った途端にマーラーターになりました。メガドンキの法則解消。どうも、ウバです。そう、17と 7D です。はい、お願いします。はい、点数稼げるからいいか。わ、部屋番ねえし。ちょっとめんどくさい。電話しよう。 D。 はい、2軒目、ダブルの2軒目到着。っていうか今回は回数とか何も書いてねえしな。どうなってんだよ俺。あ、もしもし、ウーバーイーツでーす。 D。 しかも2軒ダブルで529。あー、じゃあまたメガドンキの法則試すか。さあ、メガドンキ到着。こっから何秒で鳴るか。無事に5階まで来れちゃってるけど。鳴ったな。マックこのパターンな。もうできてるけど対応してくれない。はい、すいません、よろしくお願いします。はい、お願いします。やばい、ちょ、大丈夫これ。適当に渡してるんだ。さあ、行こう。まだ13時台1軒だよ。あ、来た。いや、タコ出るか。完全にお客さん優先するからな。それで前、2、30分ぐらい待ったからね。あ、まあ、ついてくから大丈夫だ、多分。あ、できてそう、もうちょっと。どうも、ウバでーす。ここのブリトーも食ってみたいんだよな。はい、お疲れ様。なかなか進む。7軒目終了。3.5 キロあった。いや、そんなね、多分、最後、ブレたね。火曜日はちょっとやばいんだね。配達員そんな見ないから、注文自体が多分少ないんだと思うんだけど、こんな暖かくて天気やったらもうみんな外に食べに行くわな。ということで、じゃあ、とりあえず、どっかの松屋に向かいましょう。吉野家になりましたね。いや、牛丼食おうと思ったら牛丼になるね。あるある。いや、なしなし。どうも、お願いします。クラッカーズに切るものありますね、ご注意ください。はい、こっちにするか、出すか。まあいけるだろう。とーそんな遠くねえか。上行って左行く。一回曲がるだけ。いや、もう吉野家は展開しろよな。新宿だけじゃなくて全店舗加盟すりゃいいのに。またもや、食券買おうとしたところで隣のペッパーランチが鳴りましたね。ちょっとやばいね。だって時給にしてもいくら1200円。何の保証もないウーバーイーツの仕事だったのに1800円ぐらいないと。そんな誰がやるんだこれ。俺だ。また松屋の前で鳴りましたよ。はい、いや、ここら辺来るとめっちゃ帰りたくなるな。じゃあここで一旦松屋休憩。久しぶりになった。もうなんか鳴らなすぎて、いざ鳴っても鳴るんだみたいな、鳴るアプリだったんだみたいな。というかラッピングチャンスだ。
やべてか、ここまで来たらまた帰りたくなるな。ディン。まあ手始めはこんぐらいか。うわーすげえ、中野新橋まで行ってますね。だからここで完了しちゃったらアカウント停止になりかねないので、ちゃんと戻ってからね。え？稼げ稼げ、飛べ飛べ、行け。さあ今ので、怖いな今の。950ノンブーで 6.6 キロ、やべえことになってんの。2時間ぐらい遅いぞ昨日と比べて。ダメだ、昨日は昨日、今日は今日、もうダメだ。初ダイマック待機。いやー2時間ぶりになった。はい、ということで2日目、いやー渋かった。結果11時間オンラインで22件、11,350円、時給1,000円、そして1時間に2件。これはきついね。まあ、全部ノンブーっていうのもあるけど、っていうかあのちょっとサボっちゃったんですよ実は。昼はまあ多少はなったけど、15時台1件とか16時台1件、あこれはねすごかったね。ギュン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 飛んでくれて。そしてまあ、ここね、問題はここ、18時25分にこう1回なって、でそっからね初台マックの目の前でずっと待機してたんですけど、1時間無音でした。いやまあ笹塚でいっかって、やっと1時間後に、だから2時間無音。まあ、そんだけ渋かった。いや渋かったっていうか俺がサボっちゃったね。多分中心に行ってればある程度は鳴ってたと思うんですけど、まあ、この日はもう僕のミス。そしてまあ火曜日はこんな感じ、94キロ、11時間で94キロだからもうめちゃくちゃ走ってないよ。うん、まあ意外にコンパクトはコンパクト、まあその分全然稼げてないんで、これもダメですね。はい、そして火曜日の渋さが水曜日も来てしまったら、これやばいんじゃないかっていう状態で、運命の3日目水曜日、こんな感じです。はい、というわけで最終日3日目、今日28件いかないと、80件達成のインセンティブはもらえません。果たしてどうか。11時ささずかスタートしております。今日の目標は初台より自宅方面に行かないっていうのが目標でやっていきたいと思います。鳴りやした。寒さ。あ、昨日より10分早い。お、ウバでーす。はい、はい、お願いします。はい、ありがとうございます。今日はもう全部ショートでいいよ。D! 2軒目。新宿でスタバが鳴りました。はい、お願いします。なんだ、今日配達先も近いの、呼ばれる店も近いし配達先も近い。はい、今6軒目サンクスネイチャー料理町、結構ジュズってます。なんでだろう、多分水曜最終日で週投資人生諦めてのんぶだしもいいやっていう人が多いのか。まあただピーク時間はなるからな、普通に。問題はオフピーク、なんか店員の外でお待ちくださいっていう言い方もなんかまだ結構時間かかるんでみたいなのが含まれてる言い方だったんで、ちょっと待つと思うな。これ今2、3分待ってるけど、どうでしょうか。はい、じゃあいくよ。FA のやつですね、うん、まずね、これがサラダ。はい、サラダ1個入ってたね、はいはい、でこれが最初のクッパ、はい、下にご飯で、あスープが入ってご飯と野菜なの。分かりました。これがね絶対横にしないの。あ、はい、OK です。最注意、これが先にあの、うん、なんか10分以上かかっちゃう場合は、うん、なんか伝えてもらえると助かります、うん、あそうだね、はい、言ってあげるね、申し訳ないです。うん、いい、一日たの遅れないんだけどね、ちょっとこれ遅かったね。そうなんですね、申し訳ないです。早いよ、うん、のでこれで、はい、大丈夫です、完璧に。それでね、これのねクッパのこれだけ、これが別で、うん、これだけね、やらない。わかりました。ここだけお願いね。はい、OK です。じゃあお預かりします。ありがとう。というかもうここまで抑えられずに10分とか待たされるとちゃんと運ぼうっていう気にならねえか。いや行きましょう。しかもロング、これ結構ロングだな。いや久しぶりに自転車乗った感じするわ。
いやもう最悪なんだけど、なんかギアチェンジすることできなくなったし、ギアの何かしらが壊れて、ラスト10件を残してまさかのギアのワイヤーが切れて、ギアがチェンジすることができなくなりました。ギアが一番重い状態でチェンジできなくなって、残り10件を残して、そんでしかもライト忘れるしね、カチカチやっても何もスカ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 ス、全然変わんねえのこれ。棒先飛ばされてるしよ。うわもうこれ、いやもういいかな、もういいかなっていうか、もう今ここ大崎だし、大崎ってどこ、めっちゃ下の方、最悪。こっから笹塚まで1時間2時間くらいかかんじゃないの、帰んの。州東進線マジでクソだな。いやマジかと思って、まあこれはもうしょうがない。でしかもライトも忘れて、めっちゃ危ない状態だから、もうダメな状態だよ。でなんかスマホのこのライトあるでしょ、スマホのライト、これでなんとか100均までたどり着いて安いやつ買って、で適当にこうやってたら、うまいこと大崎から青山まで来れて、でしかもすごいね、みんなもう州東進線諦めて帰っちゃったのか分かんないけど、渋谷がめっちゃジュズってて、12分先の店とか9分先の店とかめちゃくちゃジュズってきて、でそのおかげで9時ぐらいでもうラスト2軒っていうところまでこぎつけて、で青山まで来て、まあこれだったらもう笹塚に帰っちゃっても2軒だったらいけるっしょと思ってたんだけど、そうしたら外苑前青山のこ狭間ぐらいのところのケバブ屋さんが鳴って、嫌な予感したんですけど、配達スタートってやったら、はあ、何なんだよもう最悪なんすけど、なんでラスト2軒目やっと大崎からやっとさ青山まで戻ってきたのに、青山から西麻布ってなんだそれ、バイクじゃねえんだ、スタミナもゼロだわ、クソノンブーでいいように使いやがって、マジでそうだ。4キロ、ここに来てこの3日間で一番ロングなやつ来て、しかもめっちゃ遠ざかるし、でラスト1軒六本木くらいになって、赤坂に戻されて、またで赤坂で終了と、うわもう最悪な終わりだったけど、うわあああああ帰ってきた、足太ももが、きつかった。今日はやばかったね。だがしかし気力で80件行きました。まあなんとか気力だけでクリアすることができましたっていう感じでした。まあ最後、まあ、11時間で、まあ、10キロぐらい、98キロぐらいね、こんなとこまで、めっちゃ嫌だったここ、ここ走ってる時、ピックしてる時もドロップしてる時もただ何も鳴ってない無音状態で、ここら辺走ってる時もずっと嫌だった、嫌な感じでこうずっとこんな遠いところでつって、ええ、11時間28件1万4000ということで、まあ昼ピークはすごいなってくれました、ね、まあでも13時14時22で15時台1件とかね、夕方ちょっと渋かった。3日目はまあほぼ中心で渋谷、青山、恵比寿、六本木、まあそんな感じのところにずっといて、めっちゃ中心でやったんで、いやまあやったんですが、夕方やっぱりね中心でも20分無音とか30分無音何回かありました。はい、ということで見事80件クリアしました。いやきつかったという感じで、僕の3日間投資人生はこんな感じでした。以上ひかりまんでした。ヒゲヒカリマンです。お疲れ様です。うわー、うまい。